この動画には以下の要素が含まれます。それでもいいよって人はゆっくりしていってね。イギリス鉄道黄金期の優先系機関車といえば、ロンドン&ノース、イースタン鉄道クラス A4、とロンドン、ミッドランド&スコテッシ鉄道のコロネーションクラス、そしてサザン鉄道のマーチャントネイビークラスとバトルオブブリテインクラス、最後に、グレート、ウェスタン鉄道に優先系機関車なんていたっけ？そう思う人は多いだろう。実はグレート、ウェスタン鉄道にも優先系車両がいたのである。そんな優先系車両が生まれたのは1935年、グレート、ウェスタン鉄道は世界の優先系ブームに便乗すべく、既存の車両を優先系に改造することにした。選ばれたのは6000クラス元井キングクラスの6014号、キング、ヘンリー7世、車両の解説はしようとするとあまりにも説明することが多すぎるので省略させていただくが、優先系へと生まれ変わったキング、ヘンリー7世の姿をご覧いただこう。なんということでしょう。半球型の演出扉、繋がった車輪カバー、まっすぐになったネームプレート、V 字型運転台、と改造を受け優先系車両として生まれ変わった。だが、1943年までに V 字型運転台以外撤去された。理由は第二次世界大戦による保守の簡易化。しかし第二次世界大戦が終わった後にも元に戻されることはなかった。理由はコロネーションクラスと同じと考えるなら、時速140キロ以下では優先系はあまり意味がないことが判明し元に戻したと思われる。デザインも正直他の3社に比べると。せめてアメリカ機みたくボディ台車の部分もカバーで覆って欲しかったものである。そんな感じで1両しかいなかった影響であんまり目立たなかったグレート、ウェスタン鉄道の優先系機関車であった。実はグレート、ウェスタン鉄道の優先系車両はこれで終わりではなかった。なんと1934年に優先系車両が誕生していたのである。それがこのディーゼル機動車である。形式名はグレート、ウェスタン鉄道レールカーというそのままの名前である。この機動車は蒸気発生装置で数台の客車を温めることができ、うつ主に機動車の知識がないためあまり解説はしないが、最高で時速113キロ出すことができ、なかなかの成功を収め1960年まで使われた後に引退した。そんな彼は3台が保存されている。